ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。今回はですね、はい、どうしても、うん、ラーメンが食べたいと。それなりに今日晩ご飯食べたのにもう一軒行きたいと。もうね、それ言われるたびに自分の体調管理が大変かなと思うんですけど。でも本当好きよねラーメン。めっちゃ好き。ラーメン行かないと寝れないんですよ。いやそれはない。だけど今日も付き合おうや。よろしく。よし。それでは行ってみたいと思います。行きましょう。じゃん。この間に引き続き松井ちゃん。松井ちゃん来ちゃった。でもね違う店舗やから ね。またなんかちょっと違う発見があるかもしれへんから、うん、行ってみましょう。行きましょう。この前抹茶が食べに行ってきて、めっちゃね食べたかった。美味しい。すごい楽しい。ということで、はい、しばらく待ちます。失礼します。そっちから来ましたか。そりゃそうや。さあ、先に申し訳ない。スープから。うお。ちょっと油多めで頼んだけどめっちゃうまい。松井市発の鶏パイタン。あ、めっちゃ鶏の味する。当たり前か。当たり前だよね。何を言ってんだ君は。めっちゃ甘くてめっちゃ熱かった。チャーシューを、うん、締めにちょうどいいねこれは、うん、揚げ玉さっき半分食べたのに、うん、もう一個あった。なんかすごいんですよこれ。これすごいな。30分よりはもうこれほぼ生でね。で、徳様遠くから来る焦がしニンニクの風味。完食。完食。いや本当にね、うん、付き合ってくれてありがとう。今日ね、うん、塩すごいうまいなと思った。マジで？マジで。俺も今日初めてここで鶏白湯食べて、うん、めっちゃうまかった。極み鶏ね。極み鶏、うん、いや本当にやみつきになるよね。る中毒性のある味やなって本当に思いました。あるよ、うん、レモンがあんなにラーメンに合うとはね。初めて。実を言うとあの塩の方にもレモン入れたかったなっていうぐらい、うん、本当に美味しかったです。ぜひ行ってほしいね。はい、うん、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。またまた。